皆さん、こんにちは。レクセン人講師の鎌田です。本日はですね、S 式合格講座の使い方っていうことで、どうやって S 式の講座というものを使ってですね、行政書士試験、このバッジですよね、コスモスのバッジを手に入れましょうかというところをお話しさせていただければと思います。 まず、そもそもですね、スマホで行政書士合格、S 式合格講座を皆さんこれから勉強していこうということになるわけですけれども、この講座の特徴というところをまずは把握すると。講座の特徴ですよね。どうやって使っていったら合格できるのかっていうその特徴をつかんで、その特徴を意識して講座を受けると。これは通年講座もそうですけれども、予備校、各種予備校さんが、 各種の講座を作るにあたってですねどうやったら皆さんに合格していただけるかと講座を作ったコンセプトにのっとって特徴にのっとって正しい勉強をしていかなければせっかくお金をですね出してコストを出して講義というものを受けたとしてもなかなか十分な成果が得られないということになりますから S 式合格講座の特徴というのをまずは皆さんに把握していただければと思います。 講義は一コマ15分ですね。これ、スマホで行政書士と書かれているように、基本的には、アウトプットであったり、インプットの部分、どちらについてもですね、スマホで基本的なところは勉強できるようにしましょうよと、つかめるようにしましょうよと、日頃皆さんですね、働かれていたり、学生さんであれば、学校の授業であったり、サークル活動であったり、日々、忙しい中でですね、行政書士試験というものを攻略しようとしているわけですから、できるか 限り皆さんが忙しいけれども合格をつかめるようにしたらどうするべきなのかと。 そこで出てきたのがスマホで行政書士 S 式一コマ15分ぐらいですから通勤通学の移動中などですね時間のある時に講義とかを聞いてインプットをしてで時間がある時ですね自宅に帰られてから机に迎える時間にテキストであったりを読み込もうよっていう形で時間を有効活用して受かりましょうこれがスマホで行政書士合格 S 式合格講座の特徴の大きな部分になるわけですね さらに、えーい、いつでもどこでも2000問演習アプリということでアプリの方でですね問題演習ができるこれも隙間時間に問題解きましょうよアウトプットしましょうよと隙間でインプット隙間でアウトプットどちらもできるようにしましょうというのが S 式合格講座の特徴でなおかつしょうもない数の問題解いてもですねなかなかあ合格レベルには達しないとそこで2000問ですね。 なかなかの数ですと。市販の問題集に収録されている問題と同じぐらい、そしてそれ以上の数を携帯のアプリの方でも盛り込んでいると。アプリでアウトプットの方もカバーしていきましょうっていうところですね。 さらに、組織合格講座、こちら、できればですね、皆さん取っていただきたいんですけれども、昨年ですね、5399名に選ばれた実績のある模擬試験付きということで、模試ですね。ベックの模試っていうのは、業界最大規模の、 模試になりますから自分の実力本番の力試しという意味でも模試を受けるっていうのはぜひやっていただきたいと組織講座はこれ模試パックっていうものがあると思いますのでぜひですね模試パックの方まで撮、えー、っていただければなというふうに思うとさらにご覧くださいと 厚生労働大臣指定の教育訓練給付制度対象講座ですよということで国からの指定を受けている講座なんですねですから正しく勉強して正しい努力の仕方をすれば合格というものはつかめていくと行政書士という資格を取って皆さんが行政書士として実務で働けるようにサポートしてあげてくださいという形で指定を受けているわけですから皆さんも正しい勉強をすれば合格つかめるんですよとぜひ正しい勉強い をししていきましょうそして大きな特徴がですねもう一度確認すると隙間時間でスマホで基本的には行政書士を合格できるようにしましょうということですが通年講座と比べるとですねまずもって大きな違いは値段のところですね。 レックの通年講座、1年をかけて勉強するような講座については、だいたい20万円ぐらいですが、スマホで行政書士 S 式合格講座は4万5千円、5分の1ぐらいでコストを抑えられると。さらに本年度はですね、講義だけ、私がこういうふうに皆さんにお話ししている講義だけを聞くと。 いうコースもあってそちらは2万円ぐらいですね2万5000円ぐらいですかね2万円台で受講できますのでさらにまあ自分に合ったですね講義だけ聞ければいいかなっていう方にとっても受講しやすい講座になっているとただですねコストやい分当然皆さんにお教えできる私が皆さんに対してお教えできる時間というのは少なくなってくるんですね 通年講座であれば1年かけてやりますから200時間ぐらい授業ありますが、スマホで行政書士の場合には60時間ぐらいになってくる。時間数で言えば約3分の1ぐらいになってくるんですね。じゃあですよと。これで受かるんかってとこですよね。皆さん。こんなにね、通年20万ぐらいなのに5分の1にして時間も3分の1ぐらいしか講師が喋んないのに受かんのかっていう話ですよね。 はい、一般合格率皆さんご存知の方もいる方も多いと思いますが行政書士試験10%前後なんですね難関資格の部類に入ってくるだけれども S 式の令和4年度の合格実績ですけれどもこちらは31.03%トということで3倍ですね一般合格率の3倍の合格率になっているとただここでもまだ皆さんえ3倍かよと。 たかだか3倍かよと思われた方いらっしゃると思いますが通年講座の合格率どれぐらいだと思いますでしょうかレックが通年講座のパンフレットに載せている合格率っていうのは50%から60%の間ぐらいなんですね毎年だーセ50%ぐらいが平均なんですね通年講座どうですか 20万円ぐらいかけて200時間かけて50%ぐらい、二分の一ぐらいの合格率になる。どうですか五分の一ぐらい、時間にして3分の1ぐらいで3倍。30%。どうでしょうかとコスパ、コストパフォーマンス。で考えたら、スマホで行政書士っていうのは、合格は、率は確かに、 2分の1から3分の1までは当然時間少ないですから下がっちゃいますがただですねこっちでも2分の150%スマホでも 30%3 割で値段でいうと20万円と4万5千円で5分の1時間でも3分の1ぐらいって考えるといかにスマホで行政書士合格講座というものが皆さんにとってコストパフォーマンスがいい講座なのかと。 お分かりいただけると思いますただこう言ってしまうとですね通年講座取らなくていいじゃないかっていう方がですね、えー、出てきてしまうんですがぜひですねできればですね当然コストパフォーマンスを抑えて合格狙えるのは S 式講座なんですが通年講座も捨てたもんじゃないですよっていうのは言わせていただきたい私通年講座もやってますからね通年講座はダメなんだとみんな S 式取れっていうふうには言えないと。 通年講座、通年講座で優れているところがあると。それは何かっていうと、当然のことながら200時間かけて皆さんに丁寧に講義ができるわけですから、得られる知識、そしてその知識の理解度というものは、当然のことながら通年講座の方が高くなってくると。それだけですね、合格率っていうものも、S 式が30%で、通年が50%、で20%の差があるわけですから、通年講座の捨てたもんじゃないですよと。 だけど S 式でも頑張ればコストパフォーマンスよくですね合格つかめるんだっていうところは今一度ですね押さえておいていただければとじゃあ実際にどうやって合格まで短い時間60時間の講義でたどり着くんだという話ですよねちょっとイメージしてみましょうかはいようこそ森へただですねこの森 ただの森じゃないんですね。法律の森へ皆さんようこそという形で、皆さんこれからこの動画をお聞きになっているということは、行政書士試験受けてみようかな、受けようかな、実際に S 式の講座を取ってますっていう方ですよね。これからこの法律の森の中から出口を見つけ出して、生還しなければいけないわけですね。法律って森のようにですね、知識が膨大な量あるんですね。 だけどその膨大な量全てを頭に入れなきゃいけないっていうわけじゃないんですね試験合格っていうのは当然のことながら合格までの道のり合格点180点を目指すために必要な知識量っていうのは全てじゃなくていいわけですねむしろ試験に出てくる問題の勉強ができなければ知識がつかなければチンプンカンプンな法律の勉強をしていれば得点にはつながらないということは出口見つけられない遭難するということなんですね 独学で勉強するっていうのはまさにこれなんですね森の中法律の森の中さあ皆さん自力で脱出してくださいと右も左もわからないですよねどっち行ったらいいのかもわからない出口がどこかもわからないとこれが独学の大変なところなんですね 一方で、通年講座っていうのは、私のようなガイドですよね。要はガイド。が、はい、皆さんこちらです。こちらの方来てください。このキノコ美味しいです。食べられます。ちゃんと食べてくださいね。と、食べないと病気になっちゃいますよ。とか、このキノコは食べちゃったら病気になっちゃいますよ。とかいう形で、えー、ガイドをしながら、ゴール、出口まで目指していくと。 だからこそ当然のことながら私が一緒にいる時間も長い通年講座であれば200時間でしたね。さらにコストもかかると20万円ぐらいかかっていたと。じゃあ独学と長い間ガイドをつけてこう案内してもらうというのは分かったよ。S 式は何なんだっていうところですね。見てくださいと。 法律の森って先ほど申し上げましたように中に入ってしまえと右も左もわからないまた上から見てもですね森バーッと生い茂ってますからどこ行ったらわからないということになる出口はどこなのか生還するためにどうしたらいいのかっていうのはわからないということになるんですがただですねどうですか事前に私がこういうふうに森はこういうものですよと この森の中にはこういったものが出てきますと、さらに森の全体像はこういう形になっていますと、チェックポイントとしては、これこれこういうチェックポイントを目指して進んでいってくださいねというような形で、そうすれば、ゴールと出口、生還の道、助けを求められる場所はここにありますよっていうふうに、 全体像の把握、地図、指針があれば自力での脱出が可能ですよね。ここが S 式、短い時間でも合格をつかみ取れるっていうところの肝なんですね。先ほど申し上げましたように、独学でこの森の中さまようとなると、なかなか厳しい。なおかつガイドをつけてこうです、ああですっていう形で一緒に進むっていうのもコスト的にちょっと厳しい。 じゃあどうするかって言ったら全体像ルートを把握しましょうよと全体像ルートを把握してチェックポイントを意識してあとは皆さんの独学で知識をプラスアルファしていくということができれば皆さんが今ここにいるとしたらこのチェックポイント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 を進めばゴールできるんだっていう全体的な 正観合格までのロードマップを S 式の講座で皆さんにお教えするということになるわけですね。これが S 式が合格をつかみ取ると一般合格率の3倍の合格ができますよっていうところなんですね。 じゃあ実際にはどういう風な形で講義勉強していくのかっていうところですね大きく分けると3ステップですねでまずはテキストであったり動画であったりというものを見ながら基礎的な知識法律の全体像を把握していきましょうと法律の全体像が把握できれば問題を解きながらあとは皆さんが使えるかどうか武器を見つかきましょうというところですね、えー、記述のアプリであったり2000問の1問1答アプリっていうことでインプットとアウトプットを ししていきましょうさらに3ステップということで直前期にですね模試を受けて試験本番の実際の感覚であったり実際の緊張感であったりですね自分の実力であったりっていうものをつかんだ上で本番の試験を臨みましょうと。 さらにアプリだけではなくて当然国家試験になりますから過去問分析過去問を研ぐと過去問の知識をつけるっていうのは非常に重要になってくるんですねそこで行政省誌の過去問集ですねウォーク問というものが法令編一般知識編という形でついていると 教材としては、動画、テキスト、問題アプリ、問題集というもの、さらに、もしという教材を組み合わせることによって、皆さん、合格までたどり着きましょう。ただですね、皆さん S 式コースがいろいろあってですね、動画だけのコースは、この動画、 だけ見れますすよというところですね私はこういうふうにベラベラ喋ってるのだけが見れますよとで記述までサポートしたいという方は記述対策講座っていうのをセットでやらなければいけませんとさらにもしっていうことになればもしパックということでもしを取らなければいけませんという形でいろいろコースがあるのでですね気になった方はレックの方に問い合わせて見ていただければというふうに思いますと。 じゃあ分かったよと。 S, S 式っていうのはコストを抑えて通年講座よりかは合格率っていうのは下がってしまうけどそれでも一般合格率の3倍なんだろうと確かに独学だとですね右も左もわからない法律の森の中で遭難してしまうかもしれないだけれどもガイドをつけて1年間かけて時間たっぷりかけてお金もかけてやっていくっていうのはなかなか仕事も忙しいしお金時にもコスト的にもっていうことで厳しいっていう方は S, S 式講座があるんだなと S 式講座は時間的にもまたコスト的にも抑えられるんだなとで教材としてはこういう形で3ステップでやっていくんだなっていうのは分かっていただけたかと思うんですがじゃあ実際にどういう感じでやっていったら合格というものを目指せるのかと一般合格率の3倍の実感を得られるのかっていうところですがこれはですね まずは隙間時間などに、通勤・通学・休憩中などにですね、まずは講義を聞くわけですね。で、講義をある程度聞けましたってなったら、今度はアプリを解いたりするわけですね。人によっては、通勤の時間、通学の時間、行きですよね。お仕事に向かう、学校に向かう時間は講義を主張しようと。 で、帰りの時間は、その行きの時間で聞いた単元の問題を解こうという形でアプリを解くと。で、家に帰ってからどうするんですかまた休みの日、時間がある時どうするんですかっていうと、自宅であったり、人によってはカフェなどですね。私が受験生の時には、なかなか自宅で静かな中でやるっていうのは苦痛だったので、どちらかというと私はカフェ派でしたね。 カフェなどでテキストであったり、紙の問題集ですね。アプリではなくてウォークンであったり、隙間時間で聞いた単元、解いた単元についてのより細かな知識というのをテキストであったり問題集で時間が確保できるときはテーブルに向かって勉強しましょうよと。こういう形で試験本番が11月ですが、11月まで何度も何度も繰り返す。 で、直前期には申しを受けてという形で合格をつかんでいきましょうってところですね。ただ、やっていくにあたって注意してほしいのは、問題解くときですね、特に。最初は解けなくて当然ですから、法律ってね、非常に難しい言葉なんですね。アリンこが張ったような、これ日本語かよっていうものが出てくるんですね。 だけれども、何度も何度もやっていれば解けるようになってきますから、最初は解けなくて当然なんですけれども、これはくじけないということが大事なんだと。さらにテキストであったり問題集、紙のベースのものを見ていてもですね、分からないことが出てくるっていうのは、これ最初は当然なんですね。ひとまず先に進むことと、分からないものがあっても諦めずに歩を進めることと、歩みを止めないことと、 何度も何度も繰り返すことと。身近なところに法律資格を受かった方が入れば聞いてみてくださいと。最初から知識すんなり入ったみんな言うと思います。入りません。私もそうでした最初はこれ何言ってるのかよくわかんねえと。全然頭に入ってこねえと。もうやだということには当然なってくると。だけれども、その中でですね、何度も何度も繰り返しると自然にあれあれあれっていう形でわかるようになってくるんですね。 ですからこれから皆さんは試験本番一般合格率10%難関資格を目指していくわけですがそこで合格をつかみ取るためには何度も何度も繰り返すくじけない諦めないここは忘れないようにしておいていただければと思いますじゃあですね実際にちょっと一緒に S 式の講座を取った気分でやってみましょうか皆さんは S 式の講座受講されました まずは、動画、隙間時間とかに聞きゃいいんだろうと、休憩時間であったり、通勤・通学の時間であったりに、講義を聞くわけですね。行きの時間に講義を聞いて、帰りの時間問題トークでもいいですと。講義においてはですね、できる限りですね、重要な項目を図表でわかりやすく説明するように努めていきたいと思いますと。 S, S 式の講座は、私のクラスと大高坂先生のクラスがあると思いますが、私のクラスの特徴としては、図を多用する、そしてまた私自身が動き回りますね。ちょっとうさんくさいうさん失礼します、うさんくさいじゃないですね。ちょっと鬱陶しいよというふうに思われる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、こうやって動き回るととですね。だけど、動き回ることによってですね、あの皆さんやっぱ、 黙々とねただでさえ法律って難しいですからただでさえ難しいものをですねあのー、ね見続けるって結構苦しいですよねだからせめてもですね私生講義で皆さんと対面でお話しできるわけではないですが動画上ですけれどもなんか講師頑張って動き回ってんなと私も頑張ろうというふうに思っていただければという意味で私頑張って動き回りますから知識 図解なども使ってですね押さえていきましょうと。 で、時間のある時にはですね、机に迎える時には、見たテーマのテキストの内容というものを、さらに細かいところを頭の中に入れていきましょうと。当然のことながら60時間しかありませんから、絶対に皆さんに押さえてほしい重要なテーマっていうのが、動画の中では中心的にお話しさせていただくと。だから、その他の細かい知識を自分でつけるっていうところを怠らないでほしいんですね。 この S 式の講座っていうのは独学と通年講座の間にあるような講座ですからそれでお分かりのように聞いてるだけじゃ足んないですね私がお教えできる情報量が少ないですから だから独学の部分も取り入れなきゃいけない。要は皆さん自身が頑張る。私と皆さんの共同作業の上で合格をつかみ取っていく。これが S 式合格講座になりますから、聞いてるだけで満足しないでくださいと。聞いて重要なところを押さえたら皆さん自身で、あとは細かい知識っていうのを頭の中に入れるっていうところは、あ怠らないでいただきたいと。 行きで,で講義を聞きました時間ある時にはそのテーマのテキストを見ましょうであったりするとで帰りは問題演習行きで聞いた動画の問題演習しましょうとで時間ある時家に帰ってから問題演習でちょっとよく分かんなかったなっていうところがあればまたテキストに戻ってきちんとした知識を入れてみるという形で日頃の勉強をしていくと。 で、一通りですね、アプリの問題であったり、講義を聞き終わりましたよと、一通り法律というものが分かりました一通り問題少しずつだけですけど解けるようになってきたという方は、実際の本番の問題に触れると。行政書士の過去問題集などを時間のある時に解くという形でご利用いただければと。 さらに行政書士試験っていうのは300点満点中60点が記述にウェイトが置かれてるんですね非常に記述のウェイトが高い記述を制するものは行政書士試験を制するというふうに言われる部分でもありますので S 式では2023年度からですね記述アプリも実装されていますアプリでも記述知識確認できますし記述対策講座をお取りいただければ記述の独特の考え方ポイント というところは一緒にですね把握していければなというふうに思っていると。 最後の総仕上げ、ぜひ模試、取ってくださいね。この模試っていうのは、実力試しであったり、自分の弱点把握というところだけではなくて、えー、各予備校さんがですね、レックもそうですけれども、その年の本番の試験に出やすい問題っていうものをピックアップすると、要は予想問題を得られるという意味でもですね、模試っていうのは非常に大事になってくる。そしてまた、直前期に模試を受けることなくですね、そのまま本番を迎えるっていうこと になったらもし仮に模試を受けてればあ民法の点数低いなってその時点でわかるでその時点でまだ試験まで2か月ぐらいあるってなったら民法の知識をカバーできた弱点を事前に知れてればカバーできてそのカバーによって合格できたということもザラにありますから。 いいですかね。え申しっていうのは非常に大事なんですよっていうところになる。以上そろそろまとめに入っていきますけれども S 式合格講座で合格をつかみ取るっていうためにはどういうふうに使っていったらいいんだろうかっていうところですねまずは基礎知識の確保っていうことで隙間時間に講義を聞いたりまたは隙間時間に問題を解いたりしながらで時間がある時自宅で学習できる時にはテキストを見たり過去問題集を見たりという形で日ごの の学習をするとで一通り勉強が進んだよってなったら記述対策であったりもサポートして直前期に模試を受けて行政書士試験を受けましょうそしてこれが1年をかけて何度も何度も繰り返してできれば一般合格率の3倍。 30%の中に皆さんも入ることができると。ただ、注意いただきたいのは、繰り返す。繰り返す。ね。講義を聞いて、テキストを見て、で、一回見たで終わりではなくて、何回も何回も繰り返すと。問題もそうですね。一回解いて終わりではなくて、間違えた問題であったり、よくわからない問題は何度も何度も解くという形で、繰り返すっていうのが大事なんですね。 で、問題解いてて分かんなかったらテキストに戻る、講義に戻るという形で、講義と問題習慣も繰り返すと。このように、行政書士試験だけに限らず、法律科目の合格の極意、王道っていうのは、繰り返しなんですね。繰り返し。この繰り返しが非常に重要になってくると。そしてまた、この繰り返しって正直しんどいですよね。 皆さんも筋トレをするであったり毎日毎日同じことをする筋トレ大好きな方は苦痛ではないかもしれませんけれども大好きじゃないけど将来のためにやんなきゃいけないとかですね単純作業というのは非常に苦しいんですねだけれども法律学習っていうのはその忍耐力も問われているんだと法律学習における最大の時は皆さん自身になってくる 自分にぜひ打ち勝っていただきたい。繰り返し繰り返しやっていれば合格掴み取れますので、ぜひ頑張っていきましょう。 さらにですね、そうは言ってもですね、なかなか自分で独学で勉強していくってなったら、厳しいところもあるわけですよね、辛いところも出てくると、そこで、数式講座では、Zoom のフォローの方でですね、生で私が月1回ほど開催していきますけれども、Zoom 投票機能を使った問題演習であったり、講義では話せなかったプラスアルファの知識であったり、時期に応じた学習スケジュールの確認などなどをですね、実際に生で講義を聞いているような感覚、さらには、一緒にズーム、あ、今日は何 の人が受けてるあこういう人が受けてるんだっていう形で仲間の存在を認識できる私だけじゃないんだ頑張ってるのはによってモチベーションというものを維持していきましょうと。 このズームの開催時期については、マイページであったり、メールであったりですね、数式を取っていただけた方は、お知らせで出ますし、さらに私のツイッターなどでもですね、小口していきますので、と。私のツイッターではですね、問題の投稿であったり、法律知識の語呂合わせであったり、間違いやすいものの指摘であったり、応援のコメントなどなどですね、発信していますので、ぜひですね、この QR コードを読み込んでいただければ、私のツイッターに飛ぶと思いますので、 どしどしフォローしていただければというふうに思いますではいざ出陣ですねこれから行政書士試験一緒に頑張っていきましょうかまたどんな講義やるんだとどんな問題と出陣です講義 お試し動画もあります。まだ S 式取られてない方はお試し動画一緒に見てみてください。ではあ、一緒に合格つかみ取りましょう。頑張りましょう。ということで、S 式行政書士合格講座の使い方というガイダンスを終わりにさせていただきたいと思います。です、一緒に最後感じいましたね。頑張っていきましょう。